Welcome to Jamaica. いや、気持ちがいい。タッピングです。気持ちがいいですね。はい、それでは今からタッピング始めます。で今日はですね、準備してもらってます。一番に楽しみですね。はい、じゃあ行きましょう。今日はね、サンプルが、2種類あります。コーヒー何かわからないんですけど、多分ブルーマンテースであってほしいです。はじめはまあドライからですね。匂いを嗅いでいきますね。ではここにお湯を注いでいってですね、カッピングを進めていきます。これでしばらく4分ほど待ってですね、ブレイクをしていきます。はい、じゃあ時間がなったので今からブレイクをやっていきます。コロナになってからですね、ちょっと我々のカッピングの方法も若干変わってきてですね、通常であれば、まあ、みんなで同じカップをこうやってすすり合って飲むんですが、口をつけたものをまた入れるのがやっぱり良くないので、分けて飲んでいこうということを最近しています。まあ、いろんなやり方があるんですが、一つが、口をつけないスプーンを持って、でこれをここに入れてこう飲む。パターンとこういったものでね、飲む用の飲む専用の、まあ、入れ物にですね入れて乾杯で普段私たちカッピングはすすりながら霧状に口の中に入れることが多いので、少しこれで飲むのはちょっと飲み慣れてないんですよね。ただね、味を、まあ、軽く飲むの味比べするにはいいかなと思うんですが、これちゃんとカッピングをしようと思うと、マイスプーンを使いながら、注ぎ入れてのがいいですね。まあ、こんな感じでそれぞれみんなやりやすい方法で、まあ、やっていければいいかなと思います。じゃあですな、タッピングはあったかいところから、まあ、温度が冷めていったところまでの、まあ、変化も含めて、確認していきます。カッピングを終えました。2つあって、この2つやっぱり味は全然違いましたね。ということで、
まあ、両方飲み比べて、両方まあいいコーヒーなんでしょうけど、まだあの、まあ、収穫されたものを飲みながら、テイスティングも不十分なところもあって、でよくあるんですね、産地でカッピングすると、収穫すぐっていうのは比較的あの、ですかね、味が荒いっていうか、ばらついてるところもありますし、今日のようなちょっと青臭い味が出てたりとか、こういったものもレスティングしていくと、まあ、なくなっていったりとか、それがまたボディ感に変わっていったりとか、いろいろあるんですが、今日のカップはですね、やっぱり一番のカップの方がラウンド感もあって、バランス感もあって、でやっぱり非常にあのスムーズで飲みやすかったですね、というのが今日のカッピングでした。